マハリクマハリタついてると思うみん。マハリクマハリタヘイヘイホー。どうですかこれ。もうこれ言わずと知りでサリーちゃんだよね。もうね、答え言っちゃうけど。うん、そんな感じのついてるともみんさんでございますよ。ライオンキングさん、片目だけです。いや、もう片方あるよ。あるけど、ほら、たまたまこういうなっちゃったみたいな。あれじゃないですか、ほら、ウインクしてるみたいでいいじゃないですか。ダメですか。ライオンキングさんは、ついてるともみんさんですよ。ついてるともみんも、ライオンキングさんなんです。はい、そんな感じでいきますかね。あれです。言霊チャレンジです。我は雷、愛と光なりっていう言霊ね、うん、これ別にあの宗教とか一切関係ないので、はい、でも別にあの宗教とかがダメだよとか言ってるわけじゃないですよ、うん、ね、なんていうの、その人が信じてるのが一番いいってひとりさんも言ってますからね、うん、だから大丈夫ですよ、はい、そんな感じで、この言霊はこのとこ毎日言ってますが、背筋がピンとなる言霊です。おまじないっつったらいいかもしれないね。おまじないです、はい。我は雷、愛と光なり。僕が言って大体ね20回ぐらいでピンってくるかな。あ、ピンってなったみたいなね。背骨まっすぐなるんだってさ、これ言ってると、うん、なんかいいみたいだからやってみた方がいいと思いますよ。あとね、これを全然こうそんなの言霊なんか信じてないよなんていう人にね言わせてみると面白いらしい、10回か30回本当にピンってなって、おーってなるらしいから俺もやったらなったから間違いないよこれ、うん、まあ、自分じゃないよ、あの他の人にやったらなったからね、うん、あーなんて思ってね、面白いなと思って、はい、そんな遊び感覚でやったらどうでしょうかね、うん、いいと思いますよ。あとはそうだね、それでもね、こうほらじゃないですか、マイナスな方向にね行っちゃうこともあると思いますがね、うん、そしたらもうそこ行っちゃったら雨の皆神様お助けいただきましてありがとうございますよ。やっぱこっちピッと戻ってこれるから、光の波動だからビヨーンっつって戻ってこれるから大丈夫よ、うん、あとはもうついてる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 よったらついてるよって言いまくる、そう、もしくはヤッホーさんが言ってるね、シンオールサッシのことが言えるよ俺は言えるよ、どうしようか、言おうか、いや、行きましょうか。雨の皆神の狼様、高み結びの神様、神結びの神様、馬師足首彦地の神様、雨の床立ちの神様、天照大御神、大御神様、猿田彦の狼様、宇賀の御霊の狼様、竹見和寿の狼様、普通主の狼様、友人様、お助けいただきましてありがとうございます。どうですか、僕はこれにもうちょっとプラスアルファして言ってるんですよちょっと一瞬止まってね、詰まっちゃったけど、詰まった気がしたけど、うん、合ってると思いますよ。抜けてたら抜けてるよって言ってください。直しますんで、はい。まあ、まあ今はね、そのくらいで言ったけど、本当はもっと早口で言ってます、僕本当に。あ、でもね、まあ、なんかあって間に合わない時はもう本当にもう雨の御流れ様、お助けいただきましてありがとうございますって、それだけは本当にずっと言ってますね。これどこでも言ってる、俺お墓通る時でも言ってる。そうするとさ、そこでもし成仏されてない方とかいたらさ、ピッてこうなったりするんだよね、多分そんな気がするの、うん、だっていい言霊なんだからいいに決まってんじゃんって思います、はい。そんな感じで結局気がすぐと4分ぐらい喋ってんだよね、ペラ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 。そうだから、その言霊チャレンジ今日多分ね10日目だと思うんだよね。でもね、これちょっとね、もうちょっとこれはずっと続けていこうと思う。この我は雷、愛と光なりは、うん、調子がいいから、そう、そんな感じでしたね。じゃあエンディングいきますか。エンディングはどうでしょうかね。いいことあるぞはついてると思う。すごいですね、所さんとのコラボもしたいな、これな、一緒にやりたいんですよ。すごいですねっつってまあ、そんな感じのついてると思うんでございました。この動画をご覧いただいた皆様に全てのメフことは流れのごとく起きます。本当ですよ、 最新の言葉ありきなんでね、言っちゃったんで皆さんにいいことありますよ、はい。それとあとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。僕のもですけどね、あとあのヤッホーチームとあとファベット軍団でもね、
皆さんね、チャンネル持たれてる方十何人いらっしゃるんですよ、12、3人いらっしゃるんですよ。そちらの方々もね、もう個々に本当に、うん、もうなんていうの、もう本当にみんなに良くなってもらおう、もういい言霊を広めよう、いい言葉を広めようってやってくれてる人たちばっかなんで、本当に波動がいいです。なのでチャンネル登録しておいてしょうがないと思います。はい、そんな感じでついてるともみでございました。今日も明るく楽しく元気よくついてるともみんがお送りしました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイキーン、ウィンウィン。